ご視聴ありがとうございます。今回は、あの名作シューティングゲームの、ゼビウスサウンド、そして、ナムコ音源の魅力について、ご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。ゼビウスは、1983年に、ナムコからリリースされた、名作シューティングゲームだね。この作品が名作と言われるゆえんは、その 3D のようなドット絵の、美しさや、新しいシステム、世界観の奥深さ、そして、サウンドなどが、多くのゲームファンを魅了し、アーケードゲームの歴史に刻まれる、傑作になったんだ。日本初の、ゲーム音楽のサウンドトラックの、登場。1983年に、ゲームセンターで、この名作が登場した頃、音楽業界で、テクノのムーブメントを巻き起こしていた、ある音楽家が、このゼビウスにハマっていたんだ。テクノサウンドの、音楽家？そう、それは、YMO のリーダーであり、プロデューサーだった、細野晴臣さんなんだ。おお、細野さん。そして、ゼビウス好きの細野さんと、この作品の生みの親である、遠藤正信さんとの、雑誌ログインでの、対談インタビューの時に、細野さんが、遠藤さん、ナムコのサウンドを、アルバムとして、レコーディングしてみたいですね。という会話がきっかけとなり、この二人は、ゲームサウンドのアルバム制作を、始めることになるんだ。そして、1984年に、日本初の、ゲーム音楽のサウンドトラックである、アルバム、ゲームミュージックが、リリースされることになるんだ。そう、その硬質感のある、先進的なゼビウスサウンドは、プロのミュージシャンにまで影響を、与えるほど、魅力的な音だったんだ。さらに、同年には、細野さんプロデュースで、アルバム、スーパーゼビウスもリリースされています。ゲーム音楽が、プロのミュージシャンにまで影響を、与えるなんて、すごいですね。細野さんが、ナムコサウンドに注目したのにも、実は理由があって。理由？そう、ゼビウスの誕生した、1980年代初めといえば、ゲームサウンドは、まだ黎明期の時代であり。そのため、ゲームミュージックという言葉や、ゲームサウンドの専門職という職業も、まだ確立されていない時代だったんだ。そんなアーケード業界に、ナムコが、パックマンや、キャラが、ディグダグ、マッピー。そして、ゼビウスと、次々と、大ヒット作を連発して、一気にトップメーカーへと躍進した頃でもあり。この頃の、アーケードゲームといえば、やっぱり、ナムコだったよね。このメーカーは、ゲームの音作りにも、ライバルメーカーより抜きんでた、サウンドを生み出していて。この頃、ゲーム音楽といえば、ナムコがゲーム業界で、最高の音作りをしていたと、言われていた時代だったんだ。すごいですね、ナムコ。細野さんが、当時ゲーム業界トップレベルの、ナムコサウンドに注目したのは、さすがですね。なぜ、このメーカーは、そんなにゲームサウンドが発展したの？それには、二つの理由があるんだ。二つ？そう、一つは、ナムコ独自の、音源チップを開発していたこと。そして、もう一つは、ゲーム業界初となる、音楽の専門家を積極的に、採用していたことなんだ。ナムコ独自の、音源チップと、音楽の専門家の採用？そう、ここからは、ナムコサウンドの魅力の源である、その音源を中心に、このメーカーがどのようにして、業界トップクラスのサウンドを、生み出すようになったのかを、ゲームサウンドの黎明期から、ゼビウスサウンド誕生までの、ナムコの音源の系譜をご紹介していきます。ゲームサウンドの黎明期の時代。ビデオゲームの黎明期である、スペースインベーダーが登場した、1970年代末の、ゲームサウンドは、まだ、ピコピコ音の効果音しか、鳴らすことができず、メロディーを奏でる、BGM は、まだ表現できなかった時代なんだ。インベーダーゲームの頃は、効果音のみで、BGM は、なかったってこと？そうだね、ゲームに。初めてメロディーが登場したのは、ナムコの、ラリー X と、ニューラリー X からなんだ。この、ラリー X は、1980年11月に、そして、続編の、ニューラリー X は、3ヶ月後の、81年2月にリリースされています。そして、この1981年頃から、ナムコが、他のライバルメーカーよりも、一歩先んじたサウンド作りをするようになり、やがて、このメーカーが、ゲーム音楽でも、ゲーム業界をリードしていくことになるんだ。そして、このナムコが飛躍した時代は、音源専用のチップというものが、登場し、多くのゲーム機に、広く普及した時代でもあったんだ。音源チップ？音源チップとは、コンピューターで、サウンドを鳴らすための、専用の半導体だよ。この半導体の登場によって、インベーダーゲームの頃のような、電子回路をいじって、サウンドを作っていた時代から、音源チップという、一枚の半導体をゲーム機に、搭載することで、ゲームサウンドを鳴らせるようになったんだ。そして、このチップの登場は、電子工学のエンジニアでなくても、プログラムを記述するだけで、ゲームサウンドが制作できるようになったため。この頃から、ゲームサウンド専任の、クリエイターが、生まれるようになるんだ。1980年代中盤から、ゲームのサウンドクリエイターが、次々と登場してきますものね。そして、この時代にゲーム業界に、広く普及していたのが、PSG という、音源専用チップなんだ。
PSG 音源。PSG とは、プログラムサウンドジェネレーターのことで、このチップは、アメリカの半導体メーカーである、ゼネラルインストゥルメンツが開発した、音源専用の半導体であり、そして、このチップは、1980年代の、アーケードゲーム機器や、パソコン、そして、家庭用ゲームなどに採用されるなど、世界中のコンピューターに、広く普及することになるんだ。懐かしい、ビコビコ音の誕生ってことですね。そうだね、この頃、この PSG 音源を採用していた、主なマシンとしては、1980年代前半から中盤の、アーケードゲーム機や、そして、パソコンでは、PC6001 や、X1 シリーズ、そして、FM7 など、家庭用ゲームとしては、セガの SG-1000 や、マスターシステム、ニンテンドーの、ファミコン、そして、ホビーパソコンでは、MSX などで、採用されていたんだ。ちなみに、家庭用ゲーム機のファミコンの音源は、ニンテンドーが、PSG 音源を、さらに、カスタマイズしたものを、CPU の機能の一つとして、組み込んだものが搭載されています。そのため、ファミコンの音楽も広い意味では、PSG 系の音源なのですが、厳密に言えば、ファミコン独自のサウンドということになります。こうして、この音源は、当時のゲームサウンドの主流になり、多くのゲームタイトルで、奏でられるようになるんだ。でも、アーケードメーカーの、ナムコと、コナミは、この一般に普及した、PSG 音源を採用していなかったんだ。なぜ、この2社は、広く普及していた、この音源を採用しなかったの？それは、PSG の音は、そのチップの決まった音色しか、鳴らすことができなかったからなんだ。この音源では、音色に制限があったってこと？そうだね。そのため、ゲーム音楽にこだわるこの2社は、それでは満足いくサウンドが、表現できないため。そこで、ナムコとコナミは、波形メモリ音源を採用したんだ。波形メモリ音源？そう、この音源と、PSG との大きな違いは、サウンドクリエイターが、自由に音色を生成することができることなんだ。そのため、音作りの自由度が、はるかに高いものになり、ゲームサウンドにこだわりを見せていた、ナムコとコナミにとっては、最適の音源回路だったんだ。この波形メモリ音源を、採用していたマシンを紹介すると、ナムコや、コナミの、アーケード基盤。そして、携帯ゲーム機では、ニンテンドーのゲームボーイや、ゲームボーイアドバンス。そして、バンダイのアンダースワン。当時、採用されていた、据え置きの家庭用ゲームとしては、NEC の、PC エンジン。ファミコンの、ディスクシステム。そして、ホビーパソコンでは、コナミが発売した、MSX のゲームタイトル。などで、採用されていたんだ。ということは、この中で、1980年代初めに、波形メモリ音源を採用していたのは、ナムコとコナミの、アーケード基盤と、コナミの MSX のゲームってことになりますね。そうだね。だから、1980年代初めの、ゲーム業界の音源は、大きく2つのサウンドに分かれていて。1つ目は、一般に普及していた、PSG 系音源を採用した、パソコンや、家庭用ゲーム機で。2つ目は、ナムコとコナミが採用した、波形メモリ音源系の、アーケード基盤などだね。特に、この2社の、この音源は、他のゲームよりも、豊かなサウンドを奏でることができたため、ゲームユーザーからは、他のメーカーよりも、音がいいということで、人気だったんだ。ナムコの、サウンドの進化の歴史。そして、ナムコは、この波形メモリ音源を、さらに進化させていくことになるんだ。ナムコ音源の、進化？そう、このメーカーで、波形メモリ音源を初めて、開発したのが、任意波形発生回路、通称、パックマン音源であり、そして、その進化系である、C15 から、C30 へと発展させていくことになるんだ。この動画では、任意波形発生回路を、わかりやすくするために、パックマン音源で、統一して呼ばせていただきます。ちなみに、ナムコは、この独自に開発したこの音源の、回路を、1982年に、特許申請を、しています。このナムコが開発した音源は、パックマンや、キャラが、ディグダグ、そして、ゼビウスなどの数々の名作で、採用されることになり、そのため、ゲームの面白さと、質の高いサウンドによって、ナムコは、ゲームユーザーからも一目置かれる存在になっていったんだ。この頃、コナミの音源も、バブルシステムというチップに、進化させて、ツインビーや、グラディウスのサウンドとして、登場することになります。そういえば、ナムコは、この独自の、波形メモリ音源を、いつ頃から採用し始めたの？それは、1980年5月に、リリースされた、パックマンからなんだ。おお、パックマン。その進化系である、C15 が、搭載され始めたのが、1982年後半の、スーパーパックマンからであり、そして、1984年に、稼働した、パックランドでは、そのさらに進化した、C30 が搭載されることになるんだ。パックマン音源や、C15、C30？ そう、1980年代初めの、ナムコの音源は、3段階に進化しているんだ。3段階に進化？そう、
第1段階が、1980年から採用された、パックマン音源の時代。第2段階が、1982年から採用された、音源チップである、C15 の時代。そして、第3段階が、1984年から採用された、波形メモリ音源の最終形である、C30 へと、引き継がれていくんだ。このナムコの音源を、もう少し詳しくご紹介すると。パックマン音源は、ナムコが初めて、開発した、波形メモリ音源であり。でも、この回路は、まだ半導体1枚の専用チップではなく、複数の回路で構成された、音源基板であり。そして、同時に鳴らせるサウンドは、3音までだったんだ。この音源は、複数のチップから構成されていたから、回路も複雑で、鳴らせるサウンドにも制限が、多かったんですね。そうだね。そして、そのパックマン音源をさらに、進化させた、C15 では、シンプルな、1枚のチップにすることに、成功し、さらに、同時に鳴らせるサウンドは、8音にまで増えているんだよ。この音源では、1枚のチップになって、利用できる音数も増加したんですね。そして、波形メモリ音源の最終形である、C30 が登場し、同時に鳴らせるサウンドは、16音にまで、大幅に増えることになるんだ。ゼビウスで奏でられた、音源チップとは？それじゃあ、あの名作ゼビウスでは、どの音源が搭載されていたの？そうですね、ゼビウスが、登場したのが、1983年ですから。その1年も前に、C15 を採用した、スーパーパックマンがリリースされていますし。やはり、ゼビウスでは、当時最新の、C15 音源を搭載していたのですかね。そうなると、ゼビウスでは、同時に、8音鳴らせるサウンドってことになるよね。違うってことですか？それじゃあ、ここで、この頃の、ナムコの音源チップの搭載状況を、整理してから、結論を出していこう。まず、1982年に、リリースされた、スーパーパックマンの年は、ちょうど、ナムコのゲーム基盤の、CPU が、ザイログ社の、Z80 から、もっと高性能な、モトローラ社の、MC6809 に、切り替え始めた時期なんだ。CPU を、Z80 かな、MC6809 へ？そう、だから、新しい基盤では、音源チップも全く違うものが、使われていたんだ。この頃の、CPU と、音源チップの採用状況を、主なゲームタイトルごとに整理してみると。CPU に、Z80 と、パックマン音源を採用していたのは、1980年の、パックマン。81年の、テラダ。82年の、ビグダグ。に搭載されていて、MC6809 と、音源に、C15 を採用しているのが、1982年の、スーパーパックマン。83年の、マッピー。84年の、ドルアガノトン。などに搭載されていて、そして、もっと進化した、音源チップの、C30 を採用しているのが、1984年の、バックランド。85年の、ドラゴンバスターと、メトロクロス、そして、スカイキッド。などに搭載されているよ。ということは、ゼビウスがリリースされた、1983年は、C15 の音源が、主に採用された時代みたいですね。やっぱり、ゼビウスは、同時の、最新の音源が、搭載されていたんじゃないですかね。ここで、一つ、ビグダグや、ゼビウスサウンドの生みの親である、ケイノユリコさんの、ゼビウスサウンド制作の逸話を、ご紹介させていただきます。ゼビウスを開発していた頃の、ナムコでは、ちょうど、最新の音源チップである、C15 が登場し始めた頃であり、そのチップを利用して、スーパーパックマンや、マッピーが開発されていたんだ。当時、この最新のチップでは、同時発音数も、8音も利用できるため、以前のパックマン音源よりも、音作りがしやすい基盤だったんだ。ところが、ゼビウスの基盤は、キャラガや、ボスコニアンなどに採用された、1981年や、82年に活躍した、古いボードだったんだ。なぜ、このゲームの基盤は、キャラガなどで、利用されていた、ボードが使われていたの？それは、この作品は、もともと、シャインというベトナム戦争を、モチーフにした、シューティングゲームの企画として、進められていたものなんだ。しかし、企画を担当していたスタッフが、会社を退職してしまい、一時、この作品は、宙に浮いた時期があり、その後、ゼビウスの生みの親である、遠藤正信さんが担当して、開発が進められることになったんだ。そのため、最初の企画から、1年くらい経過してからの、制作となってしまい、結果、最初に企画したゲームが、ベースに進められた作品だったため、古いギャラガ系の基盤で、開発することになってしまったんだ。それに、この基盤の音源は、効果音と、BGM を合わせて、同時発音数が、3音しか利用できないボードだったんだ。へえ、すごく制限の多い音源だね。でも、このゼビウスの基盤では、3音プラス、ノイズ音というものが追加された、音源だったんだ。ノイズ音？そう、このノイズ音というのは、カスタム54というチップで、低音のサウンドを作り出せるものなんだ。ということは、ゼビウスの基盤は、パックマン音源に、ノイズ音のチップが、追加されたものなんですね。
そうだね。それなら、ドルビ発音数は、4音まで、利用できるようになるね。ところが、このノイズ音は、BGM では利用できない仕様だったんだ。あれー。そのため、ゼビウスサウンドの担当だった、ケイノさんは、この作品の、音作りのベースを、BGM に、2音を使い、残りの1音は、効果音に利用するようにしたんだ。そして、このノイズ音は、その低音を活かして、効果音である、爆発音にしてみたんだ。ところが、ノイズ音をそのまま利用しても、いまいち、爆発した時の、迫力のあるサウンドが、表現できなかったんだ。重低音が足りなかったってことですね。そうなんだ。そこで、ケイノさんが考えたのが、筐体を、スピーカーのウーハーのように、利用することなんだ。ゲームの筐体から、重低音を、作り出すってこと？そう、このノイズ音を、ゲーム筐体の中で鳴らせてみて、内部で反響できるようにしてみたんだ。そうすると、このノイズ音が、迫力のある、重低音の爆発音に、仕上げることができたんだ。このようにして、ケイノさんは、限られた音源の中で、創意工夫をしながら、ゼビウスサウンドを作り上げていったんだ。ノイズ音源と、ゲーム筐体を利用して、低音を作り出す、ケイノさんの発想は、すごいですね。それに、自宅でプレイするゼビウスよりも、ゲームセンターでプレイする、ゼビウスの方が、迫力のあるサウンドが体験できるんですね。でも、あの名作のサウンドは、たったの、3音と、ノイズ音だけの、パックマン音源で制作されていたんですね。そうだね。でも、ナムコの音源は、サウンド担当のスタッフが、自由に音色を作ることができたから。そのため、ディグダグや、マッピー、ゼビウス、ドルアーガの塔など、あの頃の名作ゲームは、ゲームタイトルごとに、個性のあるサウンドが味わえるようになっているんだ。それが、この頃のナムコのゲーム音楽が、ゲームユーザーから、人気だった秘密なんですね。今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。Thank you.